どうもこんにちは、高橋心筋の高橋です。本日は食べ過ぎ飲み過ぎでですね、胃の調子が悪い時に効くツボを紹介したいと思います。ツボの名前はですね、こちら法隆と言いまして、場所がどこにあるかと言いますと、なんとですね、足のすねの外側にあります。はい、この辺ですね。で、正確な場所の探し方は、この足首と膝下の外側ですね、これを結んでいただいて、このちょうど真ん中を取ります。はい、でそこからですね、この真ん中の点からほんの少し、そうですね、この人差し指の横幅1本分ぐらい外へ行きます。でそうするとね、少しへこみがあると思うんですけど、筋肉と筋肉の間に、ここが法隆になります。で、押し方は、まあ、こう指3本ぐらいですね、ギュッと押さえて、ね、ここの筋肉、こう縦に走ってますんで、それを遮るようにですね、横にこう切るようにグリグリグリと、押してください。うん。で、まあ、場所もですね、ちょっとこの辺、上下しながら、一番ご自身がですね、気持ちいいなと思うところを探してもらって、押してもらえば大丈夫です。はい。で、まあ、これがね、なんでその胃の症状に効くんやという話を、西洋医学的にね、お伝えするのはちょっと難しいんですけど、西洋医学的にはですね、ここ、前頸骨筋っていう筋肉と、腸視神経のちょうど間になります。で、まあ、筋肉の間にツボって結構あるんですけど、まあ、この堀も一つですね。はい。で、東洋医学的にはですね、これ、なんで効くんやという話なんですけど、それはですね、まずですね、この法隆っていうのが異形という経絡に存在します。で、よく話出るんですけど、壺は液と捉えた時に経絡というですね、線路みたいなものがあって、それぞれ線路にも役割があってですね、臓腑が割り当てられてるんですけど、この法隆は異形に属する壺になります。なんで、まあ、胃に効果を発揮してくれますよっていうのと、あともう一つですね、法隆は異形の中でも特殊能力がありまして、ラッケツという特殊能力があります。で、このラッケツっていうのは、それぞれの経絡線路でですね、で必ず一つある特殊能力なんですけど、このラッケツはこの線路に属している臓腑の慢性的な疾患に効くとされています。なので、法隆は、まあ、異形のラッケツなので、胃に対してですね、胃の慢性的な症状に対して効くツボというふうにされております。はい、まあ、なのでね、食べ過ぎ飲み過ぎで胃でいろいろ症状あると思うんですけど、胃ね、腹痛とか便秘とか下痢とかね、そういったものにまんべんなく効いてくれるのがこの法隆になります。はい、よいしょ。で、名前の由来ですね、法隆で、法は豊かとか大きいとかいう意味で、龍はまあ盛り上がりとかいう意味ですね。はい、で、これはこの法隆のですね、法隆のあったこのすねの外側のここ、この辺がですね、足の中で一番盛り上がってるよという意味から来ているそうです。はい、あとですね、この法隆、なんかロマンあふれる名前の説がありまして、法隆はですね、雷神という意味があるそうです。はい、なんかね、本穴は下肢にあり、あたかも地下から雷が発生するかのごとくだそうです。ちょっとよくわからないんですけれども、まあね、雷神さんの名前がつくぐらい大事で貴重な壺なのでね、うん、効果も多くあるんでしょう。はい、で、私も法隆ね、よく治療でも使っております。特にこの時期ですね、湿度が高いので、その分ですね、まあ、湿、痰というものがですね、胃にこもりやすい、溜まりやすい時期になっております。で、それをですね、まあ、取り除くツボとして、大変優れておりますので、このね、暑い夏、食べ過ぎたり飲み過ぎたりね、特に冷たいものとかガブガブ飲んじゃうと、胃にストレスかかってしまうので、そういう時は、法隆をぜひ押してください。あと、そうですね、胃腸の調子が悪いっていう方はぜひおすすめしたいセルフケアは、よく噛んでということです。
それが一番です。はい。ということで、本日は以上となります。どうぞ、お大事に。